こんばんは。はい、こんばんは。どうも。はじめまして。はじめましてじゃないですね。はじめまして。でもないですけど。でもないですね。はい。今日は、藤尾さんに、ゲストで来ていただきました。はい、よろしくお願いします。ありがとうございます。パチ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 。パチ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 。ちょっと今日は、こういうのが初めてなので、2人とも緊張しております。はい。そうですね。今回、会うの時間っていうファファンファンが始まってますけれども、はい、私、作ってみました。青です。おサングラスが邪魔。あ、すごいですね。青です。それ自分でデザインとかしたんですか？いや、デザインはパクリで。おお。目が 見えるかな。あ、見えます、見えます。それは見えるしでですね。かっこいいですね、はい。ちょっとかっこいいでしょう。はい。入ります。おうおう、はい。見ますか。はい、入ります。缶バッジも作らさせていただきました。使ってるけど、缶バッジです。白も。あ、すごいですね。入ります。これ、手作りです。プロになったけど、ちょっといろんなのを作ったので、今日はその紹介です。素晴らしいです。ありがとうございます。たまにあの素顔が出るという。半分バレてるっていう感じですけど。まあまあまあ。じゃないので素顔が見えてるんですけど。今はご勘弁いただいてですね。はい、今こういうことを、していこうかなって思っておりますので、はい、あのぜひ皆様も、あ、私も話してみたいわっていう方がいたら、うん、佐藤さんのようにあの参加していただけると楽しく思います。はい、どうでしょう？ぜひぜひ、参加してください。そうですね。何でもいいんですけど。あ、でもあのいじめられるのは嫌なので、ゆるーく小五さんについて、もうなんか妄想でいいので触れた方がいいかなみたいな感じですね。はい、一緒にこのズームに参加してくれる方、募集してます。募集してますので、はい、よろしくお願いします。あの後ろの背景も小五さんにしていただいて、はい、こんな感じで。こんな感じで。もう、ズームは、好きなだけ喋っていただいて、あの適当でこっちでまたカットしますので。もうカットします。カットしますので、面白く編集しますので。はい、あの、まあ、あっちにこっちにいろいろ省吾さんを借りつけたりとかして協力したいなと思う方は、インスタの DM か、TikTok の DM に、はい、ご連絡いただけると助かります。はい、その時に詳しくスカイプのその導入の仕方も教えたいと思います。はい。なので、よろしくお願いします。はい、お願いします。はい。では、今日は本当にありがとうございました。はい、私のこちらこそ、ありがとうございました。私のオリジナルグッズ紹介だけで終わってしまいましたが、はい、またまた次回、楽しい時間作りたいと思います。はい、はい、きっと許してくれると思います。大丈夫ですよ。はい。はい、ありがとうございます。はい、それではまた、はい、ありがとうございます。おやすみなさい。